テストドライブ・アンリミテッドには、エデン・ゲームズが開発した、ドライビング・シミュレーション・ゲームソフトである。TDU にと略される。テストドライブメインシリーズの10作目で、テストドライブ・アンリミテッドの続編にあたる。日本以外では2011年2月に、あたりより発売された。日本では、マイクロソフト・ウィンドウズ・ XP ・ビスタ a 7版 XBOX360 版。 プレイステーション3版が2011年6月30日にサイバーフロントより発売された。日本版は全機種においてテキスト、音声ともに日本語にローカライズされている。舞台は前作のハワイ州オアフ島に加え新たにスペインの保養地であるイビサ島が追加された。前作同様道路や観光スポットなどがオープンワールドとして構築されており、 島内は暗転などなく、シームレスに走行可能。道路だけではなく、山や森、砂浜や建物の敷地内といった場所もプレイヤーの意思で自由にドライブできる。レースなどのチャレンジが島中に用意されているが、スピードを競うだけではなく、島内を自由にドライブして遊べる点が、他の一般的なレースゲームと大きく異なるポイントである。また、オアフ島も前作より道路が増えたり、 施設が変わっていたりしており、自由度が向上している。作中では実在する25社以上の車に乗ることができる。前作同様、MOOR というシステムが特徴で、オンラインで遊ぶとドライブ中に最大で8人までのプレイヤーとマッチングできる。ただし、オンラインのサーバーはそれぞれのプラットフォームで独立しているため、例えば XBOX360 と PS3 のプレイヤー同士で遊べるようにはなっていない。なお、全機種において、ボイスチャットに対応している。2013年にサイバーフロントが解散したことにより、現在では、オンラインサービスは終了しているため、現在オンラインで遊ぶことはできない。プレイヤーだけではなく、一般車両も、道路を走っており、時と場合に応じて、車線を変えたり、赤信号では停止したりする。 ただし人間は歩いていない。ドライブ画面では画面左下に GPS が表示され場所を指定しカーナビとして用いることができるほか走行したことのある道路は指定するだけで直接移動することができる。前作の XBOX360 版には紙媒体でハワイオアフ島マップが同梱されていたが今作は紙媒体のマップは同梱されていない。今作は 施設内であればアバターを操作することが可能となった。ストーリーも存在する。また、新たに時間と天候の概念が加わったため、前作にはなかった夜や雨のドライブも楽しむことができる。島内に数多く用意されたイベントの場所に行くことでレースなどに挑戦できる。イベントのある道路を走行すると、マップ画面にアイコンが表示され、 アイコンを選択することで直接挑戦することもできる。イベントは一人用のシングルプレイヤー専用のものとオンライン用のマルチプレイヤー専用のものがある。前作とは異なり、指定のレースに参加するためには各レベルに合わせたライセンスの取得が必要となっている。主人公が購入できる家にはガレージが付いているが、物件により駐車台数に限りがある。 自分の車両が事故で破損した場合は自宅に戻るかイベントを発生させると自動的に修復される。また車の汚れは洗車場に行くか指定のガレージに止めれば自動的に洗車される。コースの走行でタイムなどを競い、賞金を得るイベント。次の3タイプがあり、シングルプレイヤーのほかマルチプレイヤー用、クラブ用のイベントもある。なお、チャレンジによっては、 以下の特殊ルールが追加されていることがある。島にいる、人々の依頼に従い特定のコースを走るイベント。すべてシングルプレイヤー用。地図上では爆弾を模した絵で表示される。イビサ島の旧市街地オアフ島のアロハタワー島には、次の店舗や施設がある。店は値段が外して高め。利用すると、ディスカバリーレベルが上がる。ポーカールーレットスロットなどのカジノゲームが含まれた。 カジノオンラインやバイクなどがダウンロードコンテンツで有料配信されている。無料配信コンテンツもある。日本語版はリリース元のサイバーフロントの解散に伴い2013年1月23日をもって配信終了となった。ベイロン駐車場の警備員として勤務していた主人公はとあるきっかけでストリートレーサーになりチャンピオンを目指すことになる。 作中に登場する自動車メーカーブランドは次の通り、スペインのエビサ島とハイのオアフ島で繰り広げる、カーライフを満喫しようダッシュ 4gamer.net ハットエビ、交通ルールとレンタカー、ハーイ州観光局、2008年3月21日へ閲覧、ありがとうございます。